こんにちは。今日は眼圏有明病院消化器センター部長の佐野武先生に、胃がん早く見つけてうまく治すをテーマにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。胃がんと言いますと、以前と比べるとそれほど怖いイメージはなくなりましたよね。そうですね。確かによく治るようになりました。この表をちょっと見ていただくと、はい、これは胃がんの死亡率の推移を見ていますけれども、1950年代、昭和30年の頃をピークにして、男性も女性も胃がんの死亡率がずっと連続的に減ってきています。はい。その他のがんがだんだん増えているのに比べて対照的です。はい。これ減ってきている理由というのはあるんでしょうか。治療の成績が良くなったとかいろんなことも考えられるんですが、おそらく一番大きな原因はピロリ菌の感染が減ってきたということですね。これは胃の中にいるばい菌ですけども、日本人の多くがこれを子どもの頃から胃の中に持っているんですが、この感染が今どんどん若い人子どもの間で減ってきていまして、その結果として胃がんになる人の数が減ってきているというのは確かなようです。はい。この傾向は世界中同じで、例えば100年前、これは世界中の多くの人の胃袋にピロリ菌がいて、もう人間と一緒に生活してたわけですが、これが今地球上からどんどん減ってきているという不思議な現象があります。ありがたい話です。そうですね。はい。で、胃がんと言いますとどのような特徴があるんでしょうか。胃がんは胃カメラで一番顔がよく見えますけれども、例えばこの写真を見ていただくと、はい、大きく4つのパターンを認識します。はい。まず1のパターンというのは大きくポリープ状に盛り上がっているような形のがんですね。2はクレーターを作るアバターがこうきれいに囲まれたへこみの部分があります。はい。3はこの潰瘍がもっと汚く周りに染み出していってるような感じ。で、4は一見大きなポリープも潰瘍もないんですけれども、壁全体が実はむくみっぽくなっていて、あれが硬くなっています。この4はスキルス胃がんという胃がんの中では一番たちの悪い育ち方をするがんですね。はい。こういう大きく見た目で4つのパターンに分かれています。で、例えばその今の1の形のがんを、これはその断面図をルーペで見た像ですけれども、はい、こういうゴツゴツとした塊です。ただこれは一つの大きな塊というわけではなくて、これをもっと顕微鏡でずっと大きく見ていきますと、このようになりまして、この黒いポツポツ、これは細胞の中の核ですけれども、はい、ここに写っている細胞、これも全部がんです。で、どれも1個のがん細胞から最初は分かれてきたものなんですが、今の一つの塊の中でも見る場所によって随分、違う性質を持っています。専門的になりますけれども、左の方が、中分化腺がんと呼ばれるようなもの、まだ正常な胃に近い形を持っているものですけれども、右の方はもう本当にバラバラになるような陰幹細胞がんと呼ばれるような細胞です。例えば同じ薬を使っても全部がんが消えてしまうかというと、生き残る細胞がいたりとか、変な方向に飛んでいく細胞がいたりというふうに、さまざまな性質を持っているということになって、それがそのがんの手強さを示すことになります。はい。できるだけ小さな段階で見つけることでがんの治療がしやすくなるんですね。そうですね。まだ同じような性質を持ってそれほど周りに広がっていない状態で見つけることで、胃がんもよく治ります。はい。例えばこの胃カメラの写真、ちょっと上の方に見えている黒い部分はこれは胃の出口ですけれども、はい、その出口の手前の風景ですけれども、実はここにがんがあるんですが、先ほどの写真と比べるとこれは壁がきれいなように見えますけれど、ね、大きなポリープも潰瘍もありませんが、はい、この真ん中の少し赤くなっているあたり、ここががんなんです。なかなか見つけづらい。そうですね。知らないでいるとすっと見逃してしまいそうですが、はい、経験を積んだ内視鏡のお医者はこれを見てハッとすぐに分かります。あ、早期がんだなというふうに分かります。はい。この状態で発見されると胃がんは治るんですか。そうですね。この状態であればまずどう見てもまだ粘膜の中にできたばかり、あるいは、せいぜいその下に少し入ったぐらいと思われますので、この状態であればきちんと切り取ることで、十分に治ると思われます。で、通常は手術ですけれども、このくらい小さいとこれは、内視鏡でそのまま削り取って治すことも可能です。
それでは胃がんを早期に発見するためにはどのようにしたらいいんでしょうか。これは一つ症状があった場合ということについてのお話ですが、クイズ形式でちょっと言ってみましょう。はい。例えば53歳の男性 A さん、この方は若い時からよく胃が痛むことがありましたが、まあ、その都度胃薬などで、対処していました。最近どうもお腹が空いた時に溝落ちのあたりがしくしく痛むという症状が頻繁に起こります。でこの痛みは、食事をしたり牛乳を飲むとその時は一時的に良くなるんです。ただまあ時には食事をしたことでかえって痛くなることもあると。この症状がしばらく続いてきました。さあどうすればいいでしょうかということで、3つの答えを考えてみましょう。はい。まず、薬局で、何か薬を買って試してみる。それから2番目は病院あるいは胃腸科クリニックなどを受診して、検査を受けてみる。あるいは3番目がんかもしれないということでがんの専門病院を訪ねてみるというこの3つ。さあ一番正しいのはどれでしょう。そうですね、まあ、よくなることもあるのでとりあえず薬を飲んでみるというので、そうですね。はい。確かによく効く薬ができましたが実はそれが一番危険なんです。あ、そうなんですか。正解はこの2番の病院やクリニックを受診するということです。はい。この A さん、胃腸科のクリニックを受診して、早速胃カメラの検査を受けました。はい。そうするとこの写真やはりこの下の方の黒い部分一番奥の部分は胃の出口ですが、その出口の手前にあの白いへこんだ部分があります。はい。潰瘍ですね。これはまあ口の中にできる口内炎などと似たような雰囲気ですけれども、はい。この胃潰瘍があるとですねこのためにしくしくとお腹がすくと痛むということがあるんですね。先ほどの空腹時に痛んで牛乳や食事で良くなるというのは典型的なこういう消化性潰瘍の症状です。で確かにこの潰瘍から出た症状なんですが実はこれは普通の潰瘍ではなくてその周りの少し赤いデコボコしたところがありまして、はい、これはがんなんです。ですからこの潰瘍はただの胃潰瘍ではなくて、胃がんに伴ってできた潰瘍ということになります。この A さんのこの場合にはまずがんができてそのがんの表面がもろくなって胃酸で溶けてこのような潰瘍が生じた。そしてその潰瘍で症状が出たということになります。もともとがんがあったんですね。そうですね。でそのがんそのものはまだ小さいので症状を出すそれが症状の原因になることはないんですがそれに伴ってできた潰瘍が症状を起こしたということになります。よくいろんながんで症状が出てからではもう遅いというようなことを言いますけれども、胃に関して言うとこういう早期のうちに潰瘍ができて症状が出るということがよくある。そうするとこういった症状を見逃さないということが大事ですね。そうです。もしこの時に、まず薬屋さんに行って薬局で何かいい薬を飲んでしまうとこの写真のように、潰瘍が治ってしまいます。薬で治ってしまうんですね。そうです。はい。あれを白い部分あれは、癌ではなくて潰瘍ですから、はい、それは薬で治るんですね。そうすると痛みが取れます。症状は取れる。ですがもちろん癌は治りませんのでこの写真の中心部の赤いところのようにがんは残ってそれがだんだんに大きくなるということになります。ですから、せっかくまあがんに伴ってできた潰瘍そこから出てきた症状なのに薬を飲んで済ましてしまうと、うん、それをがんを見逃してしまうということになるわけですね。やはりこういった症状を見逃さずに一度は検査を受けてみるということが大事です。はい。胃がんを見つけるためにはいくつかの検査があります。特に早期がんが見つかる動機というのは集団検診であったり人間ドックあるいは今の A さんのように病院で症状で見つかるというのがあるんですが、まあ、この症状があって病院で早期がんが見つかるという方もかなりいます。はい。3割4割の早期がんの方は何らかの症状があると思います。ですがやはりもちろん症状がないうちに見つけなければいけない。でそれには検診あるいは人間ドックがあるんですが検診というのは会社や、自治体が住民検診として行うようなもので、通常はバリウムの検査ですね。はい。でそれに対して、自分で自分の健康管理として、任意で、人間ドックを受ける人も今非常に増えています。はい。人間ドックは多くの場合胃カメラの内視鏡の検査が行われます。で病院での検診はもちろん内視鏡検査が中心になりますね。で症状もないのに人間ドックで見つかったあるいは集団検診の
バリウム検査で引っかかって、精密検査の内視鏡で見つかったという胃がんの人が、早期がんの人がたくさんいます。はい、まあ、できたら内視鏡検査の方がよろしいですか。そうですね、たとえバリウムで、異常があったとしても最終的にきちんと確認をするのは、内視鏡になりますから、まあ例えば、周りに胃がんの人がいる、あるいはご自分で胃がんが心配だという人は、進んで人間ドックで内視鏡を受けるというのが、いいと思います。はい。